こんにちは皆さんひこまろでーす、えー、お元気でいらっしゃいますか、えー、私やる気満々でやってまいりましたがあの今日唐揚げは食べれるんですか食べれないんですねトリスタハイボールは飲めるんですか飲めないんですね あの全国のこのウェブ配信でご覧になっている皆さんいろいろ授賞式が発表されましたがまた元気を出してあの頑張ってあの唐揚げを作って美味しい唐揚げ作ってくださいありがとうございますではここからは八木千宗理事よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますおっとはいちょっとこれ <laughs> 間を分けた方がいいですね <laughs> すみませんは八木千宗理事これぐらいで大丈夫でしょうか、はい、あの彦間野さんにはあの昨年からあの非常に唐揚げによくしていただいてましてはいあ,のありがとうございますありがとうございますこちらこそですあの昨年 9月30日に発売になりました「唐揚げパーフェクトブック2020」こちらの方が、えーまあ、結構今売れてまして、はい、その時にご協力いただいたあのいろんな店舗 に行,はい、行かせていただきました、はい、取材に、はい、唐揚げ専門店って実際食べに行ってど,どうでしたかやっぱりねそれぞれのお店の,あのアイディアとか工夫あと塩加減にんにく加減醤油だれ、ね、もう全部違うんですよね、はい、それをね感じましたよそんなあの唐揚げパーフェクトブックがですね実は昨年の第14回 えー、編集制作大賞でグランプリを取りまして、一番だったんですよ。すごい。はい、ただ編集制作会社さんで選ぶ。 中でトップっていう相当すごいですよねこれあのプロが選んでますからめちゃめちゃプロ受けしてるってことですよね、はいはい、そういうことです嬉しい、えー、彦摩さんが鳥から大使に就任されまして鳥から大使です、はい、ありがとうございますうもうあのー、僕もそうなんですけど焼き専務理事もだいたい全身が曲線でできてるもんですからまああの制作スタッフがモニター見たら <laughs> ケラケラ笑っててなんですかって言ったら和むわって言われまして <laughs> 改めてごのごさ拶させてもらいますがもう本当にこの新型コロナウイルスのことで全国の飲食店をはじめまたこのようにあの全国でおいしいから揚げを作って提供してくれているお店店舗また企業の方々もう本当に大変なあのことになっておりますがなんとか元気を出してですねあの私も精一杯応援させていただきたいと思いますので私のコメントを あのここでみんなで一緒にエールのように叫んでみるというのはいかかがでしょうあんまり大きい声出せませんので、はい、マスクしながらでいいですただ皆さんに向けて私はあのちょっとこのコメントだけ一緒にやってもらいたいものがあるんです、はい、私あのこれからですね「からあげでテンション」と言います「みんなであげあげ」「からあげで免疫力あげあげ」「このあげあげを一緒に言っていただきたいです」はい、よろしいでしいいいででょうかかす それでは参ります彦こまから皆さんへのメッセージです唐揚げでテンション上げ上げ唐揚げで免疫力上げ上げあみんな唐揚げ食べて元気になってね頑張ろうね一緒に乗り越えよう。